どうぞ。いい加減にせよ。ですよね。うわ、うまそうなんですけど。あ、そんな裏技が。これ使っていい？ダメだよ。まだダメだろ。うちのマネージャーだ。なんでだよ。ああ、じゃねえんだよ。よろしくお願いします。デムチャンネルよいしょ。何よここ。どうでしょうか。どうでしょうかじゃないのよ。絶対 2B じゃないね。ここは、はい、どこよ。まあキッチンスタジオと言っても過言ではない。おしゃれだね。はい、エプロンもおしゃれですね。これもさ、俺40手前。色はイメチェンしてみました。なんで青にしたの。前 赤だったんですけど、洗濯したら取れちゃって。簡易的についてんだ、ノリ的な。シールとノリで。あ、そうなんだ、はい、今回こんな企画をご用意しました。100万回再生超えお料理教室。腹立つ拍手。実は今回料理がうまい人を呼んでます。料理がうまい人、はい、プロの方だったら結構失礼な話だよそれ。え、プロなのかな。分かんないですか。まあ料理はうまい方ではある。うまい方ではある、はい、ね、またなんか団子の友達連れてきたってこと。まあまあ、まあ、友達というかその上司というか。上司、先方というか。先方、連れです。連れ。テレビとか多分あんま分かってないそうなの、はい、けど大丈夫です。多分ちょっとあの緊張してるんで。緊張してる、はい、多分テレビ慣れてなくて緊張してるんで。いやだって俺見たことあるもん。俺だってもうなんか先輩の影ちらつくもんだって。無理だって俺はその扱いは。では切れちゃうの。僕のお友達を呼んでます。どうぞ。いい加減にせよ。ですよね。気になったのは2つね、はい、料理がうまそうな人、はい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 、テレビに耐え得らないかもしれない、はい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 、いつ連れになったんだよ。どうだ。飲んだりもしてるんです。2回ですよ。たった2回。海外も旅行で。それも入れて2回。あ、あ何と呼びしたいですか。北山さん、北山くん。何がいいですか。北山くんでじゃあ、はい、いいですか、これじゃなくて。ハードル高いだろ、ミックくん。ミックくんでもいいでしょ。まあいいっすよ。ミックくんでいきましょう。団子曰く、あのミックくんは料理するって。いや、なんで嘘ついてるの。まあまあ、ということで今回実は新平さんも YouTube をやられてまして、はい、なんていうチャンネルでしたっけ。ごちそうさまチャンネル。ごちそうさまチャンネル。今回そのチャンネルの中でも大人気企画2つ飛び抜けてる。これ100万回再生いってる。その超人気レシピ2品を今日作っていこうと思います。みっくんが。これも超簡単にできるらしくて、主婦の方も必見ということですかね。そうなのかな。今日は何を作ってくるんですか。はい、栗原家のお喜びカレーっていう、まあ、普段僕が作ってるカレー。あ、カレーいいですね。家庭のカレーみたいな。家庭のカレーなんですけど、ちょっとひと手間かけるとそれがレベルが上がるよっていうようなレシピが一つ。カレー好きなんだよな。カレー嫌いな人いないですからね。そうね。もう一つ、はい、レンジ茶碗蒸しという。茶碗蒸し、はい、
お、茶蒸しってちょっと手間がかかるイメージがあるので、はいはいはい、それを電子レンジで簡単にできちゃうというレシピなんですけど、はい、茶蒸しってなんかいつも脇役なイメージなんですけど、うん、主役に置いた時にこんなポテンシャル高いんだって思う料理なんですよ、うん、あ、分かります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 、わ、嬉しいわ、うん、この大ヒットレンジ茶碗蒸しに特別に何かプラスしてくれてます。このチャンネルのために何かちょっと考えてほしいってことなので、まあ、簡単な、これ言わない方がいいの？言わないでいきましょう。言わないでいきます。だから同じことやるんじゃなくてちょっとなんかアレンジが加わっているってことですね。そうですね、この茶碗蒸しに関しては。そういうことになります。今回北山さんメインで料理をしてもらって、はい、基本新平さんにはあんま手伝わないというか傍観というか傍観傍観傍観というかそのこれミク、いつもこういう感じで回してるんですか？あ、そうですよ。なんか回すとかじゃないんで、あることを撮ってるだけなんで。あ、なるほど。そう、だから回すとかじゃない。そう思ってるんですよね。あ、そうそうそう。あ、そうか、そっか、そっか、そっか。これもうなんか Vlog みたいな感じなんで。あ、やっと理解しました。はいはいはい。なるほど。で、あったことを撮ってるだけなんで、ちょっとカメラ多めにして。だからカメラ多い。あ、そうそう、はい。いただきます。せーの。ミックン、お料理教室。恥ずかしいな、それ。なんだよ、それ。では、しべさん、食材の説明をお願いしてもいいですか？豚肩ロースの塊ですね。で、肩ロースって、サシが適度に入ってるんですよ。でバラだと脂っぽくて美味しくないし、はいはい、で赤身すぎても煮ると硬くしまっちゃうんで、はいはい、だから肩ロースがおすすめ。ちょうどいいと、はい、で塩コショウ、お水で、カレーのルーも使います。はい、で玉ねぎで、ちょっとだけスパイス、コリアンダーパウダーと、カレーパウダーで、中濃ソース、ニンニク、白ワイン、バター、オリーブオイル、あとローレルですね。出た。で最後に塩で味を整えるという。やっぱカレーといえばやっぱり煮込みなので、はい、先にお肉を表面焼き付けてから、煮る時間で40分ぐらいなんですね。お、40分。その間にその、玉ねぎをみじん切りにして、はい、飴色の玉ねぎ作っていきます。はいはいはい、はい、先にお肉を切りましょう。切ります、はい、じゃあまず2センチ幅ぐらい。一回あれですか、そ、北山さん、みっくんがちょっと困ってから言ったりします？困ってから、困り顔とかも。あ、困り顔とだいたい2センチ。2センチってこれぐらいか。うわ、イエーイ、はい、いいと思います。合ってます？あ、でも包丁の持ち方もすごく綺麗だと思います。太くないですか？大丈夫ですか？太くはないですね。ケチつけんなよ。何かしら見つけようとしてるだろう。いやいやいや、でそれこう半分にしましょうか、全部。そうですね。これのサイズのお肉がカレーに入ったらテンション上がるな、うんうん、こうしようか。こうか。そうです。これは縦あるんですか？そっちから切らなきゃいけないっていうのが。いやいや、ないけど、なんていうかな、だいたいその芯を取りたいときに縦に切る。焦げちゃうから、うん、ちょっと焦げやすいんですね、ちょっとね、ここがね、うん、